動画をご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は神奈川県は広北区にございますサバイバルゲームフィールドアタッカー様にお邪魔してます。アタッカーはフィールド内にたくさんのキルハウスがある室内フィールドで、入り組んだ作りでのゲームが楽しめます。可動式の扉もあり、ドアエントリーもできますね。ヒットコールありがとうございます。昔はここはサッと横浜港北という名前だったが、その頃からだいぶ変化しているな。サッと時代はこんないろんなものがあるフィールドじゃなかった。もっとシンプルなバリーキャフィールドだったな。皆さんこんにちは、今日も可愛い東北キリタンです。で、ウプ主的には昔と今どっちの方が好きなんです？そうさな、今のフィールの作り込みは純粋にすごいと思うし、裏取りもしやすくて好きだぜ。ただ少し建物が多い気がするな。一つくらい減らしてもいいかもしれないな。建物は優秀な隠れ場になる反面、一つのポジションに隠れがちになり、進軍の停滞につながりますからね。バカトツ大好きなウプ主としてはあまり得意なものではないですね。まあ単なる好き嫌いの話ですので、あまり真に受けず、ああこの人はこういう感想なんだなと思っていただけたなら幸いです。要するにウプ主が活用しきれない下手っぴさんってことですからね。んなことないし、活用できるし。ヒットコールありがとうございます。そして次のゲームですね。今回はフラッグ戦だな。てか見た、今さっきの女の子のスイッとした滑り込み、やけに滑らかに滑ってましたね。音もなく綺麗な滑り込みでした。あの子サバゲー初めてなんだけどな。あのお姉さん初心者さんなんです？そうだぜ。この日は午前中は俺の身内が半数を占めたほぼ貸し切り状態でな。午後はそいつらがほとんど帰って初心者の団体さん、少し経験のあるカップル2人組、それと俺の身内が2人残った感じのほぼ初心者さんで構成されたゲームになるぜ。身内とのゲームが投稿されないわけは、ズタボロにされて投稿できる内容ではなかった。ジャコウツ、でも、確かにサバゲーするような格好じゃない人たちがちらほら。てか女性多いですね。町田の飲み屋さんのスタッフさんなんだとよ。店の名前聞いとけばよかったぜ。まあとは言っても相手もこちらに銃を向けるんだ。それが一発でも当たったら終了なのがサバゲーだからな。初心者相手でも案外あっさりヒット取られちまうもんさ。舐めてこかったら、サバゲーに限らず慣れてる人も初心者さんに負けますよ。慢心してるウプ主が悪いです。慢心せずして何が多いか。自害せよランサー。まあ確実にアーチャーでもランサーでもなく黒ひげ枠ですけどね。あそこまで変態じゃないさ。本当でしょうね。当然だと思う。俺ほど真摯な男はそうそういないと断言できるぞ。キリタンの立ち絵の制作者様、ケタマさんの新刊について一言。動詞だけで最高すぎます。必ず買います。ありがとうございます。そこに治りなさいウプ主。解釈だけはしてあげますので、今、この場でお腹かっさばいてください。よし話し合おう。ダメです。神遊ぼう。神遊ぼう。ヒットコールありがとうございます。よし、今身内の一人倒して、もう一人は最初に落としたからもう安全だな。またそうやって慢心するんですから、少しは警戒したり、気をつけるってことを覚えてください。気をつけてはいるぜ。特にこの先のブラボーエリアだが、今いるアルファエリアからの通路に大きな開き戸が追加されててな。かなり防衛に適した形状になってしまっているんだ。だからその先には必ず敵がいるはずだ。初心者はガンガン突っ込むか後方でイモるかの二択だからな。まるで縄文ですね。ブラボーを守る攻防戦なんかも楽しそうです。見るからに突破は難しそうですが、ブラボーはこの入り口以外にもう二つ入り口があります。すべてをカバーするのは人員的に難しいので、いかに仲間と連携して攻め崩すかがポイントですね。うむうむ。やっぱり敵いたみたいだな。味方にチャーリーエリアから回り込んでもらうようお願いしつつ、俺はここで敵の気を引くぞ。ウプ主が正面で気を引いていれば、味方が横から入りやすくなりますかね。まあウプ主が倒されなければの話ですけどね。何を言っているんだ、別に。倒してしまっても構わんのだろう。ダメそう。
ぞや。ヒットコールありがとうございます。初心者相手に打ち勝ってここまでドヤ顔できる人初めて見ました。クソ、味方にごしゃられればいいの。まあ、ベテランの経験ってやつ。いや、待って、いける、ゴー、いいよ、出てくるよ。まだいる。待って、それではそのベテランが身内相手だとどうなってるかを垂れ流していきましょう。おい待て、そのデータは円環の断りに導いたわす。はい、ではここかはウプ主やられゲーム流しながら米返信です。ねえ、この企画やめよ。誰も幸せにならない企画やめよ。弱いところも含めてウプ主ですから。ウポツボツあり。手落ちとるためにホラゲーを許すます。前回冒頭動画なかったからですね。ほら、ウプ主求めてもらってますよ。期待に応えなきゃ。お前らはビビリの本気を知らない。俺くらいになると怖い画像を見て夜寝るときにその画像を思い出して震えるくらい余裕なんだぜ。デフなんです。もう動画のウプ主撃たれちゃったんです。くそーワンコそばのように次の動画流れるので問題ありません。うまいと思いますよ。キャラの会話好き。これ見ろよ、こういう人もいるんだぜ。いやー、ちゃんと俺のこと見てくれてて理解してくれる視聴者は違うな。あーはい、よかったですね。いい視聴者さんいてよかったですね。キリタンかわいいやった。そうそう、こういうコメントが本当にいいコメントというものですよ。ウプ主、いずれこの動画もあかねちゃんのようにキリタンかわいいやったコメントで溢れることでしょう。そうでしょう。まあみんな、いろいろ気遣って言ってくれてることだしな。お約束みたいなとこあるよな。どんぐりの背比べ、斬新なデザイン。素直にグアンドプの870グリップパーツ買えばいいのに。前回と今回使ってるショットガンについてですね。それについてなのですが、どうやらシーマのマグプルタイプのショットガンに合うピストルグリップは存在しないようなのです。ストック基部のパーツの口径や形状が合わないんですね。これは三段工房さんにも直接確認取ったから間違いないと思うぜ。むしろ合うグリップがあったら教えてくれ。ちなみにグアンドプのグリップも持ってるが合わなかったぞ。憲兵さん、先般がいます。ご安心ください、先般は間もなく処理されますので。ゲフ処理って動画でかよ。裏切り者にはふさわしい末路かと。アイアン VSR 10で突砂する気でいる俺がいるんだよな。 V10 突砂動画待ってます。あ、人任せにした。自分にできないことは人に任せる、極めて合理的かとは思わんか。もっとサバゲー動画増えてほしいしな。小さい隙間から撃つのってありなの。矢印隙間抜くのはフィールド次第であり、この場合は小さい隙間からではなく隙間に向けて撃ってるのでありかなと。あー、これどうなんです。最後の人のコメントで正解だな。隙間打ちの定義としては、銃口が入るか入らないか程度の隙間に銃口を押し付けて撃つことであると、大体のフィールドでは言ってるはずだ。つまり隙間から撃つのが禁止なのであって、隙間を狙って撃つのはありってこったな。具体的には隙間から1メートル以上離れて撃てば問題ないぜ。外フィールドなんかで間違って長弾がヒットしたら自爆だけどな。しかし隙間打ちを許可してるフィールドもあります。そのあたりはご自身でスタッフさんに確認してください。ちなみにウーパーは隙間打ちはなしです。このインドは楽しそうですね。はい、慣れるまで時間はいりますが、非常に歯応えのあるフィールドだと思います。どこが車線と打ってるか、どこなら1回、2回を狙撃できるか、そういうのが把握できればあのフィールドはぐっと立ち回り強化できそうだよな。サバゲブのアニメ見てネタの多さに笑ってた頃が懐かしい。サバゲブ見たことないんですよね。話のネタは毎回ひねり出してます。もう本体が絞りすぎて血も出なくなるくらいまで絞ってます。ほんと週刊連載の漫画家とかマジですごいと思うわ。ストーリーものならまだしも、ギャグものとか特にな。本当にコチカメは偉大だったんだなって思うよ。その世紀末グリップは包帯で固定です。折れませんか。わら、会う人会う人に聞かれるが、まあ無茶しない限りは折れねえよ。というのも、これ適当なレールにフォアグリップをつけて、そのレールをトリガーガードにつけてるんだ。で、そのレールの裏がこの字型でな、それをトリガーガードに挟んで包帯巻いてるから頑丈なんだ。接着剤使えばさらに頑丈になるが、取り外しが不可能になるからそれは思いとどまったぜ。まあ取り外せるならまだまともかな、と思った人はすでにウプ主のカスタムに毒されてますのでご注意ください。何度も言いますがまともなカスタムではありません。ゲフ？あ、動画の方もヒットしたのでこのあたりで、では本編に戻りましょう。こなくそ。つうわけで最終ゲームだ。フラッグ戦をやってくぞ。お、武器はバスブロのハンドガンのなんかですね。やっぱりハンドガンはいいですよね。デトニクスね。ほんとキリタンハンドガン好きだよね。というかギミックのある銃。やっぱり動く方が見てて楽しいですからね。電動ガンは強いのでしょうが。なんか動きもないし、しょっぱいというか。まあゲームユースな武器ですからね。味気なさは仕方ありませんね。電動は電動で素晴らしいものだけどな。中身カスタムしたり外見カスタムしたり。
ヒットコールありがとうございます。よし、厄介な人を倒せたな。これは相当大きいぞ。そして右の人影にビビって撃ちまくるウープ主。その人味方です。ビビビビビってねえし、警戒心強いだけだし。ネズミさんみたい。まあウープ主が怖がりさんなのはもう随分前から知ってますけど。クッソだから怖がってないし、正面的床もだから警戒しながら前出るぞ。ここの正面の小窓はよく人いますからね。しっかり狙いながらゆっくり顔出していれば撃ってしまいましょう。ヒットコールありがとうございます。よし、これでこのエリアはほぼ安全だろう。あとは隣のアルファエリアだな。問題はここまでウプ主の身内2人が来てないってことですね。2人も倒されたことを相手が気がつけば、当然裏取りは警戒するでしょうね。ウプ主の身内って強いんです。強いぞ。ワンオンワンなら確実に俺より強い。血のりと絡めて使わせたなら多分俺の方が有利にはなるが。じゃあ行かしてもらいましょう。気を引いて、隠れて、撃つ。できますか？古速な手は得意分野だ。ヒットコールありがとうございます。殲滅と同時に味方がフラッグ取ってくれましたね。あ、これフラッグ戦か。はい、ということでアタッカー定例会でした。このフィールドももうサット時代から約2年が経過し、フィールドとしてのレベルもかなり上がってきたと思います。初心者の方でも参加しやすいフィールドとして、そういう方々の受け皿になっていただきたいと思います。今はたくさんのフィールドがある反面、フィールドの選択が本当に難しくなっています。本体的にも初心者に勧められるフィールド、難しいフィールドと判断が難しいですが、このフィールドは胸を張って勧められますね。ここは店長さんがサバゲー知らないところからのスタートでここまで成長してきたフィールドなんだ。その人柄あってのものだし、店長さんがそうだったからこそ、初心者の気持ちもよく分かってくれると思うんだぜ。ひいき目もあると思いますが、まあいいフィールドだと思いますよ。では、前回の動画の報告者様は、前回の動画は、黒猫様、ライル様、ゆうなみりょう様、かまぼこ様、やすろう様、とんこつうどん様、霧島翔様にご報告いただきました。皆様いつも本当にありがとうございます。さて、次回は久しぶりに今まで行ったことのないフィールドになります。非常に作り込まれたフィールドですのでお楽しみにしていてください。まあ、ちょっときついことも言うかもしれないけどな。そういうところも含めてレビュー動画ってことと捉えてもらえたなら幸いだぜ。ちょっと不安になること言わないでください。まあそのあたりはおいおい。それでは時間ですので今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。クリアー。